これロボットですね。ロボットの目なんですが、見てください、はい、瞳孔、瞳が開いたり閉じたりしてるでしょ。そうですね、人間みたいですね。どうしてでしょうか。光を当てるとこんな風に反応するのは、はい、中はこういう仕組みになっているんですが、実はこれはですね、患者ロボットって名前がついていて、はい、救急車に乗ってる方々が怪我をした人などの手当てをする時の、その訓練用に作られたもの。例えばこれはこう叩くと目を開けるんですね。で、呼吸をしたり脈拍を立てたり、あるいは心臓が動いたりという訓練用に作られたロボット、ね、人間の暮らしに役立っているんですね。笠井です。アンナです。今週の何でもワンダーランドは、ロボットは人間になれるか、ロボットの最先端の技術を見つめています。はい、今日は考え始めたロボット、ロボットの知能について見てみましょう。ロボットの知能、はい、今のあの患者ロボットは考えてるっていうか、はい、そういう反応を示すんですけれどもね、うん、さあこの絵をちょっと見てください。はい、これは今から200年ほど前にハンガリーで作られた、はい、チェスをするロボット、あのこれ人間に見えますけどもね、人間の顔をしたロボットで、あ、これロボットですか。で、チェスの、200年前、うん、でチェスの対戦をすると、このロボットにはとっても勝てなかったんですって。ただね、ここはあの穴が開いてるでしょ、はい、本当はここに人間が潜んでいてチェスの対戦をしてたっていうことなんです。ずるいですねじゃあ人間だったんですね、チェスやってるのは。だからやっぱ考えるのは人間に及ばなかったんですが、今でも本当のチェスロボットもできていますけどもね。さあ、ロボットはどれぐらい考え始めたのでしょうか。これは40年ほど前にアメリカ・シカゴの原子力研究所で作られたマニピュレーター。マニピュレーターとは操縦する機械、手前にいる人が操縦する通りに作業してくれます。原子力施設では今でもこのマニピュレーターが使われています。画面がチラチラしていますが、これは立体テレビ。操縦する人はこの立体テレビを見ながら離れたところにあるマニピュレーターを操縦します。目にかけているのは立体テレビ用のメガネ。フックが降りてきました。操縦者が動かす通りにフックをリングにかけています。人が行けないような危険なところで複雑な作業をさせるのにぴったりなのが、こうした操縦型のロボットです。操縦型のロボットでは人間がロボットの知能の役割を果たしています。しかし工場や建設現場などで働くロボットの場合、人間が一人一人ついて操縦するわけにはいきません。そこでロボットに動きをあらかじめ覚えさせておく必要があります。これはビルの鉄骨に耐熱剤を吹き付けるロボット。この吹き付け作業、人間にはとても辛い仕事です。中にはコンピューターが組み込まれていて、教えられた作業を記憶し、それに従ってロボットを動かします。これはベテランの作業者がロボットの手先を持って教え込む方法。まさに手取り足取りです。教えられた動きはそのままコンピューターに記憶されて、あとは何度でも繰り返します。しかし最近ではコンピューターがあらかじめベテラン作業者と同じ動きを覚え込んでいて、天井の高さや移動の仕方などを指示しておくだけで済むようになっています。命令の入ったテープをロボットにセットしてスイッチを押します。ロボットが動き出しました。こうした記憶する能力を持ったロボットも、ただそれだけでは教えられた動作を繰り返すことしかできません。しかし視覚、触覚などの感覚を持たせれば、そこから得た情報を自分で判断し独自の動きをすることができます。これはキーボードの文字をチェックするロボット。このロボットはカメラの目を持っています。最初に正しいキーボードを見せて記憶させておけば、それと比較してキーボードの製品が正確に作られているかどうかをチェックすることができます。
まあ、ロボットの検査係。さあ、このロボットどのようにして文字を覚えていくのでしょう。今 F という文字が表示されています。この F をロボットに覚えさせてみます。こちらはロボットのコンピューター。 F の文字がだんだんとコンピューターの画面の上に描かれていきます。ですが、先ほどの F と比べるとかなり太った文字になっています。文字は書き方によって形が違ってしまいます。どんな形の F でもこの中に入っていれば F と認めることができるように、こうした曖昧な覚え方をしています。ここでちょっとこのロボットを試してみることにしましょう。6というキーの上に T の文字を置いてみます。ロボットは間違いを発見できるでしょうか。さあ、今見ていますよ。17番が NG、 つまり間違っていると表示されました。間違いが分かったんです。これはさらに一歩進んだ自分で考えることができるロボット。人間の上半身を見本にして作られていて、手も目も2つずつ持っています。このロボットは組み立てられたブロックを見せるだけで、組み立て方を自分で考えて同じものを作ることができます。ロボットが見本のブロックを見ています。一つの方向から見ただけでは全体の形が分かりません。自分で台を回転させていろいろな方向から観察しています。ロボットにはこんな風に見えているんですね。他のブロックに隠れて見えないところは自分で推定して全体の形を決めます。そして組み立て方をこのコンピューターで考えるのです。組み立て方や動作の順序が決まったところで組み立て開始。しかしこのロボット、一つ一つの動きを自分で判断しているため、組み立てにとても時間がかかります。そこでスピードを9倍にして見てみましょう。まず一つ置きました。続いて2個目を取りに行きました。ちゃんとブロックを見ながら手を近づけています。そしてやはり目で位置を確認しながら2個目のブロックを置きました。さあ、今度は両方の手にブロックを持っています。2つのブロックをあらかじめくっつけておいてから下に置こうというわけ。こうした組み立て方も自分で決めているんです。最後の1つ置いて完成しました。つまりコピーをしてるだけですね。コピーっていうか、その見たものを、そう、真似してたらどんな形かなってこう探ってたんですね。子供はできると思うんですけど、猿ぐらいの知能かしらね。いや、猿よりも進んでるかも分かりませんね。さあ、どのぐらいその辺のとこはですね、はい、なるほど博士に教えていただきましょう。早稲田大学理工学部教授の加藤一郎さんです、はい、よろしくお願いいたします。今アンナが聞いてましたけども、はい、あれ人間がやると何年生、私もあの幼稚園ぐらいのテストでやったような記憶がありますが、幼稚園あるいは 4,5 歳の子供がね、積み木遊びしますでしょ、はい、だからまあそのくらいでしょうかね。私できるかしらねでもあのロボットを時間を早めて見てますけど、なんとなくこう考えてるような表情がありましたね、そうですね、首傾けるような感じがあったですね、すごく時間がかかってるんですよね。時間がね、まずは割に簡単なね、組み立てたモデルだったけど、あれをまず認識するのに10分ぐらいかかってるんですよ。まず認識するだけで、ね、それで今度ブロックが分かってますから、どういうふうに積み上げたらああいう格好になるか、組み方をね考える、また10分ぐらい考えてるんですね。で今度実際に今度作業を始めて組み立てるのにまた20分ぐらいかかるから、合計で 4,50 分、あんな簡単なものでもまだ変わってますからね、やはり幼稚園の子供にもかなわないでしょうね。そんなにたくさん時間がかかるんだったら人間すればいいんじゃないですか。ですけどね、将来やっぱり工場で物を組み立てるときにね、今人間がやってるところをああいうロボットにやってもらうと考えてるわけです。
それでああいう研究が始まってるわけですね。40分ずっとこう考えてるわけですね。ではちょっと遅いからやっぱりすぐできなくなりますね。ただ工場でですね、例えばこう塗装するロボットなんかすごく早いですよね。あれはね、自動、一種の自動機械なんですね、今の産業ロボットというのは。というのは例えばここコップがあるでしょ、でここにコップがあるということをあらかじめ教えてあるんです、ですからこのロボットの手をここまで行って掴んでこう動かすわけね。同じことを繰り返すわけね、それがここでなくて違うここにあったりしますとね、ロボットの手はここに行くんです。でなくてもこうやって空振りばっかりしちゃう、シチュエーションが違うと。そうです、状況が変わってもね、それにうまく対応できない。ところがある程度感覚がつくと目でこれ見てうまくこう手をこう持っていってできるわけね、これは知能の始まりですね。そういう中ですね、実はドアのノブをどう開けるかという、加藤先生の研究室の映像がありますので見ていただきましょう。これもね、だいぶ前に作ったものですけどね、やはり人間がどうやって扉を開けているかということを実はつくづく考えてみたんですよ。無造作で日頃やってるからどうやって開けてるか実はよく考えたことなかったんですけどね、でよく考えてみましたら、ああやってノブを掴んであれ回転しなきゃ開けなきゃダメで、開かないでしょ、回転して、それから扉というのは回転半径がありますね。でそれから引っ張りながら、いつもね、扉からの力が、反力といいますかね、扉から抵抗があって、それができるだけ小さくなる方向に引っ張ってるわけです。大きなる方向やると動かなくなっちゃうでしょ。でそういう判断をしながら実は扉、人間を開いてるわけですよ。開けてるわけ。扉は腸つがいを中心にして円のような動きをしてるわけですね。でその上を引っ張ればいいんですが、だちょっと角度が変わると扉と手の相対的な関係が変わるでしょう、それをね、いちいち計算して、これはどっちへ引っ張ればその抵抗が小さくなるかということを考えやってるんです。でも逆に私たちは子どもの頃からずっと同じことをやってますからね。これやっぱり学習してね、上手くなってるんですよ実は。じゃあこうまっすぐ引っ張ったらあれ開かないわけです、そうそう、そういうことを経験してるはずですね、小さい頃に。こっちやんないとドア開かないぞと。そうですね。で今のはね、ものすごく考えるのにやはり時間かかってるものだから、今テープ2倍の速さで回してあのくらいなんです。でも少しずつ関節やこの手首がこっちへこう動いてる。そうですね。だからね、いかにも考えやってるなって感じは出るんですけどね、まあ、しかしあれでは使い物にならないですね。もっと速くならなければね。今その学習っておっしゃいました、案内って小さい頃からこう体で頭で覚えてる。そうですね。人間はそして少しずついろんな動作が上手になってるわけです、まあ、これがいろんな勉強と広い意味での学習ですね。最近ではその学習をするロボットがいろいろと開発されているんですよ。ロボットもですね、人間と同じ学習能力がどんどん高くなっていくと思いますよ。これは東大の中野先生等でね、やはりだいぶ前におやりになったものですけども、これはハイ歩きをするロボットですね。赤ちゃんのハイハイですね。ハイハイですね。後ろのね、白とブルーのあれはセンサーなんですけどね、であってなんか面白い歩き方してますね、移動の仕方。いろんな形を変えて歩いてますね。これはね、最初の状況で歩き方がいろいろパターン変わっちゃうんですね、でそのパターンの中でできるだけ早く移動しろという判断だけをするようにしてあるわけです。それ何回かやってるうちにですね、だんだん早くなっていくわけですよね。そして失敗したら覚えていくんですか？こういうのはね、こういうのはダメなんですね。でこれはもう一つね、やはり学習するロボットですが、ボールをできるだけ遠くへ投げろという命令だけ入れてあるんですね。これ今足元に落ちてしまいました。足元、これ失敗ですね。でその先のマットのところにはセンサーが入れてありましてね、これまたダメでしょ。これだんだんこれでってセンサーからの情報が返ってくるのが失敗だと自分で分かってるわけです。で今度前足を上げたら、マットのところ落ちたんですね。これも落ちるでしょ。あ、落ちたでしょ。で落ちたところでどれだけの距離まで投げたっていうことはすぐ自分で分かるんですから、何回かやったうちそれを、こう投げればいいというふうにして遠くへ行くようになるんですね。やっぱ自分って勉強して考えて、だんだん上手になる。人間もね、スポーツでも練習すればするほど上手になるでしょ、この打ち方だとよく打ったぞってそれぞれの、ね、個性でありますが、でこのロボットの自分の癖に合わせてできるだけ遠くに投げるにはどうすればいいかは自分で考えてですね、昔はその人間が操縦していたロボットが自分でその学習したり記憶したり、さあこれからどんな風になっていくのかな。これはね、先ほどに変化に合わせてそれから学習するとなると人間がやってるみんなやっちゃうようでしょ、ですがね、やはり最終的にはね、創造的な仕事とか、あるいは感情ですね、
まあそれはね、ロボットは持てないだろうと思いますね。よくあの人間がこういろんなものを発明したり考え出していきますが、そこまではまだ、あの発明ってのは今ともっと知識の組み合わせとして出てくるわけね、ロボットもそういうことできるんですが、いざ自分が作ったのはどういうね使い道があるのか、どういう値打ちがあるのかっていうのは分からないわけね。そこが大違いなんですね。そこへ近づくと、今度は人間の知能ってことになる、人間のねもうやることがそこにあるわけですね。なるほどね、はい、ありがとうございます。さあ後半はですね、楽しいロボットを見ていただきますが、その前にアンナのコーナーです。現在のヒーローといえば、こんな勇気のあるロボットが登場しました。どうぞ。アメリカのボストン、ここでとっても賢いロボットが活躍しています。ここは大きなショッピングセンター。夜は誰もいません。さて、扉の中から出てきたこのロボット、ビルの見回りをする夜警ロボット、ガードマンです。人間のガードマンは部屋のモニターテレビでロボットの仕事ぶりを見ているだけ。何か反応があるとすぐ警報が鳴る仕組みになっています。ロボットが怪しいものを発見したようですよ。天井から忍び込もうとする男の足がロボットのカメラに映ってます。ロボットが鳴らした警報でこの泥棒は捕まりました。頼りになるこのロボット、アトランタの刑務所からも欲しいという注文が来ているようです。でも入ってきた泥棒がそこで立っているロボットを見た瞬間びっくりしたでしょうね。そうですね。あとはあの警報でお前さんが来るんですけれども、捕まえてくれるとなおさらいいと思いますけれども、さあ後半はですね、この私の目の前にいます、これはマイクロマウスというロボットなんですが、今遊園地で流行りの迷路を作ってそこを素早く走らせるロボットなんですね。このマイクロマウスの大会実行委員の田代宏典さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これはいつ頃こう世界で始まったんですか。はい、ちょうど12年前にアメリカの学会で発表された協議会なんですけれども、参加者の作ったロボット自身が判断をして迷路をいかに早く抜けるかという協議会なんです。その迷路をですね、どう走るか、ちょっと、はい、構造を見せていただきたい。人間で例えますと、まずその壁を見分けるためのセンサー、はい、ここが、両端の壁を見るセンサーですね、はい、これは前の壁を見るセンサーです。目に当たるですね。それは目に当たるですね、はい。それから迷路の中を自由に歩き回るための足の部分、はい、これがここのモーターとタイヤの部分ですね、はい。そして、迷路を記憶して判断するためのマイクロコンピューターがここに載ってるわけです。これはあのラジオコントロールで人間が操作するんではない。そうです。スタートボタンを押すと、あとは一切ロボット任せ。電池ですか。はい、バッテリーで動いてます。このマウス君が考えるんですよ。そうです。さあ、その世界大会が3年前の筑波の科学博で、まあ、日本で初めて開かれたんですが、その様子を見てください。迷路は結構広いですね。そうですね、全体がちょうど3メーター四方ぐらいなんですけれども、迷路の幅が18センチ、高さが5センチ。複雑ですね、はい。これは世界共通 の規定なんです。コースは毎回違うんですか。そうですね、今の画面でいうと右上のところがスタート地点です、はい。そして真ん中にあるのが、ちょうど真ん中に、少し大きな区画があります。これがゴールですね。あそこへどれだけ早く行きつけるかという、はい。でロボット自身は全く知らない迷路をスタートするわけですから、まず一歩一歩確かめながら迷路全体がどういう構造になっているのか自分で学習しながら記憶していくわけです。この計測室というのは、はい、競技規定の中に、マイクロマウスは縦横それぞれ25センチ以内という規定があるものですから、控え室でまず測っておきますね。高さには制限がないんですけどね、はい。でも小さければ小さいほど速いというわけ でもないですね、はい。面白いから、これはまだあの予選の段階なんですけれども失敗してますよこれ、はい。世界大会126台ほど出たんですが、そのうちの数十台が完走するということで、今の煙出てますか。そうですね、中には火を吹いたりですね、ぶつかって動かなくなったりするロボットが非常に多いんですデザインだけが先行しているというのはあるかもわかりませんが、何カ国参加したんですか。はい、この時はヨーロッパ、アメリカ、韓国などちょうど6カ国が参加いたしました。
ずいぶん大きなイベントですね。そうですね。可愛いですね、これ。これは日本のロボットなんですけどね。ちょうど目と鼻の部分、これが超音波のセンサーになってまして、コウモリみたいに超音波を自分で出して壁に当たって跳ね返ってくる時間を計算して壁との距離を測るんですね。でこれはまあ、同じ道を通ってしまって無駄になるわけですよね。そうですね、一度通った道をコンピューターに正確に記憶されますので、先ほど通ってない道を走りながら迷路を記憶していくわけです。あ、やっぱり目で見ただけでもスピードが違うのが分かりますね。ぶつからないで行ってるんですね。上位に行ったマウスですけれども、柴原工業大学のマウスで、これは左右の壁は赤外線センサーで調べて、前の壁は超音波のセンサーという組み合わせです。曲がり角も一旦立ち止まらずにくるっと曲がるんですね。なんかしっかりしてるみたいな感じ。ここがゴールですね。あ、30秒切りましたね。これ持ち時間の間に何回か、はい、15分の持ち時間で10回トライすることができるというルールになります。さあ、アメリカ遅いですねでも、マイクロマウスを考え出したアメリカなんですけれども、この世界大会のルールでは初めて参加するということで、ちょっとこれから頑張る。あ、最近では非常に速くなってますよ。もうこれ3年前ですからね。かわいそうです。あ、迷ってますこれがヨーロッパチャンピオンのエンタープライズっていうマウスなんですけれども、当時では一番軽くて 500g ぐらい、速くて滑らかなんですね、動きが。今のこの基本的なキットはどういうふうに利用されてるんですか？はい、主に工業高校ですとか、それから大学、それから企業の社員教育ですね。その中でメカトロニクスの技術をこのマイクロマウスで学ばせようということで教材になっております。メカトロニクスというのはコンピューターとその機械を組み合わせたという。そうですね、そういう技術も非常にいい例だと思います。理科の教材で使ってる学校もね、あるんだそうです。